皇室のソーシャルメディア活用に関する記事が朝日新聞社より掲載されましたので、ご紹介するとともに私の意見を述べさせていただきます。まずは記事の概要から、宮内庁は4月1日、総務課内にインターネット上の発信強化を見据えた広報室を新設し、室長に警察庁長官官房付の藤原舞子氏、44歳が就任した。皇室の方々のご公務や人柄をより充実した形でタイムリーに情報提供するべく、発信内容や方法を検討し、虚偽の情報による誹謗中傷を減らしていきたい狙いもある。まずは宮内庁のホームページの刷新から動き出す。藤原氏は、就任にあたり大変身が引き締まる思い、天皇陛下や皇族方のお姿やご活動について皆様の理解が深まるよう志を持って取り組んでいきたいと抱負を語った。以上が記事の概要となります。まずソーシャルメディアの活用に対しての私の思いですが、これまでの活動を通して感じてきた宮内庁の体質から率直な意見を申し上げます。結論から申し上げますと、ソーシャルメディアの活用により誹謗中傷はさらに激化していくと考えております。皇室への誹謗中傷は秋篠宮家を中心に現在天皇陛下、皇后陛下、そして愛子さまにまで及んでおります。残念ながら宮内庁はなぜ誹謗中傷が行われているのか、その原因から目を背け理解しようとしていないように感じます。秋篠宮家の誹謗中傷は眞子さんの結婚を機に激化しました。眞子さんの結婚に対して反対の声が国民から上がっていたにもかかわらず、誠意ある説明をすることなく結婚は自身の権利であると断行されてしまった。また秋篠宮様はその結婚を憲法までも持ち出し認めてしまわれた。さらに天皇陛下から国民に向けた説明を求められたにもかかわらず、秋篠宮様はそれに対応することなく眞子さんの結婚を認め、それ以降ことがうやむやにされてしまった。これが誹謗中傷が激化した背景にあります。結婚に反対をした国民は結婚を認められた秋篠宮様に対して誹謗中傷をはじめ、今やその矛先は紀子様、佳子様、悠仁さまにまで及んでいます。悠仁さまについては作文評説問題、提携進学制度により不信感が芽生え、ご両親である秋篠宮様と紀子様がこれについて何の説明もなされないことがさらなる不信感を呼んでいます。それにより国民に向き合うことがない特権階級との印象を与えています。また賛成した国民は結婚の際、天皇陛下のお言葉が秋篠宮様に対する不当な説明要求として受け止められた結果、天皇陛下をはじめ皇后陛下、愛子様への誹謗中傷も始まってしまいました。この誹謗中傷は国民感情を理解しようとせず、国民に対して説明を行ってこなかった、そして行わさせることができなかった宮内庁の責任であることは言うまでもありません。秋篠宮家の方々は今や国民の声を聞かないわがままな特権階級として国民の目には映っています。その方々が将来天皇家となれば、現在でも日々国民の心から薄れていっている皇室への敬愛がますます失われることになります。その危惧から一部の国民からは秋篠宮家排除の声が出ています。また秋篠宮家排除に反発するように、現在の皇室は敬愛できないと天皇陛下と皇后陛下に不快感を示される国民も現れています。これは秋篠宮様が国民に向け誠意ある説明がなされなかったことが原因なのです。秋篠宮様が断固として説明を拒否されているのであれば、それをいさめるのも宮内庁の役割です。それをせず傍観してきた宮内庁は、ただでさえ時代とともに薄れていっている国民と皇室の絆を完膚なきまでに壊しました。これは現在の皇室の在り方に国民が異を唱えるきっかけになりうる、歴史に残る悪行と言えます。
その悪行を行った宮内庁の責任はとても重いと考えます。その宮内庁が現在の問題を解決することなくソーシャルメディアの活用を始めれば状況はさらに悪化します。まずやるべきことは壊れてしまった国民との信頼回復のため秋篠宮様に国民に向けたご説明を国民が納得できるまでしていただけるように仕向けていくことです。お願いではなく日本政府が強権を発動してまでご説明をしていただくことが重要です。また誹謗中傷は宮中外のご公務とそれから生まれている報酬に向けて行われていることからこのご公務は即刻全廃していただくことと ともに皇室の収支報告の義務化がさらなる皇室への信頼回復への道を開いていくと考えています。これまで原因から目を背けてきた宮内庁がこれを機に真摯に向き合っていただくことを切に願います。本日もこのような配信になってしまい大変申し訳ありません。現状体調が思わしくありませんが街頭での活動に向けて体調を整える目的もありますのでご理解ください。先日の今後の活動についての発表以降たくさんの方から励ましのお言葉をいただいております。本当に胸が熱くなるお言葉をいただきながらこの活動への期待感が相当なものであることを改めて実感いたしました。まだ先は不透明ではありますが活動の継続と活動の拡大に向け様々な取り組みを行ってまいりますのでこれからも応援をよろしくお願いいたします。また日々薄れてゆく国民と皇室との絆そして私たち国民の魂に刻まれた皇室への敬愛を呼び覚まさせるために4月30日に天皇陛下御即位祝賀パレードを計画しております。私が現在行っている活動の中で一番重要な活動として計画しております。愛子天皇を望まれている方悠仁天皇を望まれている方ともに国民の皇室への敬愛があることが前提です。望まれた方が天皇に即位されても皇室が形骸化してしまったら何の意味もなくなるのではないでしょうか。皆様は愛子天皇そして悠仁天皇の先に何を望まれていますか。パレードはそれを考えていただくきっかけにしていただきたいのです。ただし開催するためには最低10名の参加者が必要になります。現在表明をされている方は5名です。参加できる方は4月8日までに私にご連絡をください。連絡先は概要欄に掲載しております。それでは多くの方のご参加をお待ちしております。